プロボクシングの WBO 世界スーパーフライ級王者の田中康成29イコール畑中イコールが4日、名古屋市内の所属ジムで初防衛戦14日、東京有明アリーナに向けた練習を公開した。同級ボイプメレレカ風29イコール南アフリカイコールの挑戦を受ける。田中はシャドーボクシングやミット打ちなどを行い、 鋭い動きを披露するとともに村田大輔トレーナーが構えたミットに力強いパンチを打ち込んだ。今年2月に王座を獲得し、世界最速のプロ21戦目で4階級制覇を達成。本来ならば7月にジョナタン・ロドリゲス、メキシコ、と初防衛戦を戦うはずだった。だが、相手の体重超過で試合前日に急遽中止に。異例の事態に無念の思いを抱いたものの、 僕にとっては大座統一という目標に向けた過程の一つの試合。あまりモチベーションが落ちることはなかったと1週間後には再始動し、準備を重ねてきた。その結果、体重のリバウンドも小さく、減量はこれまで以上に順調で、状態も良いという。さらに試合に